皆さんこんばんは、大関俊です。暑さ寒さも彼岸までとはよく言いますが、関東地方も夜になると半袖だとちょっと涼しいかなと感じる日がだいぶ増えてまいりました。皆さんはいかがお過ごしでしょうか。さて、地震の影響で営業を取りやめていた JRL 北海道エリアの施設なんですが、パークウィンズ札幌、パークウィンズ函館、ウィンズ札幌、ウィンズ釧路が今度の土曜日9月15日から営業再開というお知らせが今日 JRA からありました。それから北海道地区の J プレス門別と J プレス苫小牧を除いたスポットに関しても9月15日土曜日から中央競馬の発売払い戻しが再開されます。万栄競馬に関しても今度の土曜日から開催、白馬開催という形にはなるんですが、再開というリリースが入ってきています。まだまだここには時間がかかるかもしれませんが、できることを私たちもやっていけたらいいなと思っています。さて、今週末の中央競馬なんですが、土日月の3日間開催です。今日は二ホトレ戦から戻ってきました小屋敷アナウンサーとお送りしていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。セントライト記念が月曜日ということで、はい、もちろん追いついた馬が多かったんでしょうかね。そうでしたね。全体的にやはり月曜に使う組は木曜日に追い切る方が多かったかなという印象です。はい、ではレポートいきましょうか。はい、なんといっても注目はこの馬ということになりますかね。はい、レイディオラの弟に当たります。3連勝中のレイエンダからまずはお伝えします。藤沢和夫調教師、非常に笑顔でゆったりと話しているのが印象的でした。まずはデビューから3連勝を振り返っていただくと、デビューした札幌、久々の東京、そして函館とそれぞれ違う競馬場で勝ってくれましたし、遅い天気にも我慢して対応してくれて上手に競馬をしていたので合格点だと思っているそうです。今回はデビューしてから最も短いレース間隔、中7周となりますが、その中間の様子について伺うと、函館競馬場で走らせてからすぐ福島に帰ってきて調子を進めてきたそうです。お兄さんのレイデオロと比べるとそんなに太るまではないので調整が楽でしたし順調だと思いますということです。そのお兄さんのレイデオロと比べると、この馬のストロングポイントは馬体数がお兄さんほどではないので仕上がりがいいですし、フットワークもすごく軽いというか走りやすい体型なので、そのあたりが良い点かなと感じているそうです。はい、キャリア参戦、馬体年先進年の成長具合について伺うと、競馬というのはだいぶ良くなってきていますので、今回のメンバーでどれが勝てるか楽しみですということ。そして最終追い切りは今朝行われました。前走を使ってからそこまで感覚がないということもあって、今日はゴール前だけ合わせる形にしました。時計はそこまで速くないですが動きは良かったです。体的な状態も良さそうですという答えが返ってきました。そして今回中山の芝 2200m という舞台については、初めての距離にはなりますが、これまで毎回違う競馬場で走ってきているので今回も頑張ってくれると思いますということ。そしてお兄さんのレイディオロは3歳の時、神戸新聞杯からジャパンカップというローテーションでしたが、この馬についてどうなんですかと伺うと、今回がとにかく初めての重賞ですので、このレースの結果次第というところだそうです。最後に全国のファンへ向けて一言お願いしますと、話を聞くと、前3走は素晴らしい競馬でしたが、今回はもちろんメンバーも強くなります。ただこの馬すごく頑張り屋さんで良い結果を出してくれると思いますので、また応援してくださいと言い方に締めつけています。はい、お兄さんのレイディオロが来週オールカマーに出走予定ということで、2週続けて兄弟で重賞勝ちというところがもしかしたら見られるかもしれませんので、直接対決がどこになるのかというところも大変注目されるところですが、はい、そしてダービー軍からいきましょうか。はい、対戦客のコズミックフォース佐藤克美調教授のコメントをご紹介します。はい、前走ダービー3着でした。振り返ってくださいと聞くと、東京コースが非常に合うようで、プリンシパルステークスからのきついローテーションでしたが、よく頑張ってくれて自分たち陣営の想像以上に素晴らしいパフォーマンスを見せてくれましたということです。今回はサマーレースから4ヶ月ぶりですが、中間の様子について伺うと、3週前に厩舎に戻し、暑かったので様子を見ながら調整してきました。先週強めに追い切って今日は様子を見る形で進めたそうです。最終追い切りも今日行われたんですが、その最終追い切りウッドチップコースの状態が
あまり良くないということもあって、うながりつむ雰囲気を見て、無理せず楽に浮かせたそうです。あまり闘志を表に出さない馬ですが、淡々と最後まで、勢いよく馬なりで来られたので、上々の動きだと振り返っていました。春と比較して成長した点はと伺うと、体が一回りたくましくなったそうです。乗っていても以前は少しそわそわしたところがあったんですが、今はどっしり構えているなと感じているそうです。そして今回中山の芝 2200m という舞台については中山コースは一度経験していますし左回りでも右回りでもこなせるのであまり気にしていないそうです。意気込みについて伺うとここがもちろん本番ではないんですが今回のメンバーではダービー最先着ということもあるので恥ずかしくないレースをしたいと思いますと意気込んでいます。はい、京成杯2着という実績が中山ありますからね。国枝キューサーこの個人スポーツに王権の運と二等だという形になりますね。そしてロードステークスも関東馬がいますね。はい、その中でも加藤幸寛調教師の当選ブレスについて、まずはコメントご紹介します。はい、今回桜花賞以来の実戦となりますが中間の様子について伺うと夏場は函館競馬場に入球しギリギリまで滞在していたそうです。3週間ほど前に日本に戻ってきてから本格的に強い調教を始めて、そして最終追切については日曜日のレースということもあって昨日追い切ったそうです。あらかた先週かなり強めにやっているので今週に関しては輸送も考慮してやや控えめに馬なりで出しすぎないよう指示しました。先週の時点でかなり出来上がっていたので今週の動きも問題なく順調に来ていますということ。そして春と比べて成長具合はと伺うと春の時点では気象がカリカリしていたそうなんですがそういった部分がなくなって静かになったそうです。馬体面はそれほど大きな変化はないとのことです。今回は久々の一戦ですがいかがでしょうかと伺うと休み明けでも最初から走れるタイプですので初戦から十分いい仕上がりですということです。はい、そして阪神の芝 1800m という舞台については2歳の阪神ジュベナイルシリーズ、そして3歳の桜花賞と 1600m でどちらもしっかり走れていますので、今回の 1800m に関しても全く心配していないそうです。レースについて意気込みは、これから秋の大きなところを抜けて、この馬なりのいい走りを見せてくれたらなというふうに話しています。はい、ローズステークスの当選ブレスに関してもレポートをお送りしてまいりました。本当に G1 に向けて楽しみなレースがたくさんあるんですが、それは海外でも一緒ですね。16日の日曜日にフランスのパリロンシャン競馬場で行われます。フォアストの模様をラジオ日経第一で中継しますので、どうぞお楽しみにしていただければと思います。日本のプリンスがどんな走りを見せてくれるか注目です。競馬が好きだ。今日のお相手は私、小関俊と